がめちゃくちゃ可愛いんですよね。こう薄手のチェックみたいな感じになってて、めちゃめちゃ可愛い。あ、それ待ってた。ありがとうございます。これね、肘までしっかり隠してくれるのでめちゃくちゃおすすめです。このボリュームがねあるんですけど、そんなにハリハリな生地感じゃないので。ガンダムになりづらいと思う、このパフは。ありがとうございますね、可愛いですよね。また細かいチェックなのが今年っぽくて可愛い。あ、兄ちゃんのために使えると思う。嬉しい、買おうかな、それやったら。ここがね、甘くなりすぎず可愛いですよね。あ、この前歌の YouTube 見ました。ありがとうございます。みーちゃん、あれから腹筋はね、してないですね。してないけど、あの二の腕のやつとかはしてます。はい。ちょこちょこだけやけど、最近してないけど。本当ですね。あ、骨ストでもいけそう？いただいてるんですけど、パンセリウムって正直あんまり得意じゃないじゃないですか。だけどこれはね、意外といけます。肩幅、このパフがこのここから始まってなかったりするとか、あの肩の内側からパフが始まってたりとか、このあの張りはあるんですけど、ちょっとつるっとした感じ、こんな感じの、想像できるかな、つるっとした感じの素材感なので、あのもうボーンって張りがある、もうパリパリの、メンズのスーツの中に着るシャツみたいなあるじゃないですか、ここだけ。そういうのは私もすっごい気膨れするんですけど、これをストンと落ちてくれる、かつ二の腕と肘をカバーできるので、骨ストさん、スポーツストさんでも、あの安心して着ていただけると思います。はい。あ、みーちゃん、ありがとうございますね。黒とピンク合わせてもめっちゃ可愛いですよね。インガムチェックがまたトレンドだから、全体インガムチェックって若干抵抗あるけど、ここからトレンドを取り入れてあげると、あのしやすいですよね。腕を上げやすいですか。若干ドルマンやからピッチピチにインするとちょっと出てくるかも。でもこの手取り持ってインしてあげたりとか、アウトできると大丈夫だと思います。してみて、こんな感じです。アウトすると掛け顔をね、以上、ちょっと長めかな。あ、でも普通か。お背中真ん中で可愛いね、アウトするのも可愛いね。こんな感じでございます。はい。私は低身長かつ骨格ストレートなので、収録できるとしたらインするかなと思うんですけど、アウトもめっちゃ可愛いです。あ、お袖がゴムじゃなくてボタンなのがいいね、愛子さん。ですよね。ゴムのって割と後ついたりしますもんね、ここに。でもボタンだけど余裕が割とあります。はい。でボタンは外れますので、あの腕がコンプレックスの方はこう外していただくのもおすすめです。よし。ではでは、こちらも着替えてきてくれたので、はい、早速3点目のご紹介に行こうと思います。はい。商品名が袖切り替えボリュームスリーブトップス、品番が C の5596、 C の5596 です。こちらも2色展開になってまして、ふー、はい、ちゃんが着てるオフホワイト、はい、はい、そして私みーちゃんが着てるブラック×チェックの2色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、2390円。イエーイ。でこちらが8月15日日曜日10時発売で、8月16日月曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。では、グーちゃんポイントお願いします。はい、これはですね、生地がこことここで違う。ここはカットソーで、この生地の部分はね、布、ちょっとね、シャツ感がある生地感なんですけれども、その切り替えがすごい可愛くて、今画面越しだとあんま分かりにくいと思うんですけれども、肌触りも全然違うくて、1枚で本当に着映えする着替えするアイテムかなと思います。でこれはですね、カットソーなので生地感しっかりしているし、かつちょっと分厚めなので、インナーもあんまり透けにくい、ホワイトなんですけど透けにくいなっていうのと、あとはですね、これ通勤にも使えるなって思います。このカラーはちょっとね、難しいかもしれないですけれども、これはちょっと通勤でも使えそうなので、うん、OL さんとかにもすごいおすすめなアイテムかなと思います。でこの生地感が違うのが本当に周りと差をつけれるんですけれども、この袖口わかります？ちょっとここがね、ふわんとなってて、
今までにあんまりないデザイン、うん、なのでそう、あの脇汗とかもすごい気にならないと思います、うん、プラスここねこうボタンになってます。だからここも取り外しもできますし、そしてここギャザーになっているのでちょっとポアンスリーになっているところもすごい可愛いポイントかなと思います。はい、丈感は多分後で さっきみーちゃんがアウトしてくれたと思うんですけど、うん、多分アウトするとこれぐらい、はい、なので本当にインもアウトもしやすいし、前インだけでもしやすいアイテムかなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。あ、みーちゃんのパンツは今3200です。ありがとうございます。インドガーレンさん、はい、そう、高見えトップスだわ、高田さん。そうなんですよ、めちゃめちゃ高見え。どっちもね、いいところがめちゃくちゃあるので、こんな感じで、うんうん、カットソーなら気兼ねなく切れてよさそう。そうですよね、そうそう、確かにアイロンがね、こんなにパンパンってしたらある程度伸びそうなので、うんうん、ストリップって感じです。うん、うん、洗濯機入れられますか？洗濯機はですね、入れれます。お、はい、嬉しい。そうです、そうです。あ、今日ずっと楽しみに待ってたゴールバッグ届きました。めちゃくちゃ可愛い。ありがとうございます。そろそろそっか、ほっとくだけなんですね。めちゃくちゃ可愛いですよね。はい、あ、ぐーちゃん可愛い、そのコーディしたい。これおすすめです。ね、可愛いよね、ちょっと大人っぽく着れるかな。うんうんうん、そう、そのトップスにスカートとさっきのブーツ合わせしてほしい。お、OK です。じゃあ、どうしようかな、うん、まだ私ちょっとサクッと脱ぐので、あ、ぐーちゃんに違います。そこ、どうしようかな。スカートはどっちでもいいよ、ぐーちゃん普通に着てきて OK です。ですね、ちょっとブラック、みーちゃんブラックどこにあるんですか？あった。ホワイトとブラックやからあんまり分かりにくいかもしれない。あ、でも浮きますね、カットソーだから。ブラックこんな感じ、分かりました。結構濡らしてるんですけど、前はそんなに濡れてない。はい、ちょっと白飛びしててごめんなさい。はい、でも大丈夫そうです。はい、じゃあグーちゃんにブラックを着てもらいます。着てきます。はい、ちょっと2色なのでまた次の紹介のやつを先取りして着てるんですが、これめっちゃ可愛くないですか？カジュアルすぎない素材でフーディーなんです。で、これ1点目で紹介しましたね。合わせがめちゃくちゃ可愛い子で着てきました。ちょっと長いんですけど、スニーカー合わせします。可愛い。みーちゃん今日は絶対あるかな、レイナさん。さようなら。パンツな、ブーツと一緒に買おうかな。でも柄が気に入りすぎてて、めっちゃ丈長いんですけど、めちゃくちゃ欲しくなってます。あ、電車の中で羽織りたい。確かにちょうどいいかもですね。なんかがっつりアウターはまだ早いし、かさばりますし、外は暑いからね。だけどこれやったら程よい羽織りも良さそう。あ、みーちゃんに会ってありがとうございます。フード付き好きよね。確かに大
金になるとフードがすごくなるかも。チュールメイシュバッグのグリーンがなかなか買えなくて大変なものですか。ちょっとごめんなさい、私たちちょっとリサイラン情報が分かりかねるので、あのコーベルタスの公式 LINE でお調べできますので、よかったらあの友達追加してみてください。うん、と兄ちゃんパンツお揃いしようね。これ裾上げしてまで欲しいレベルで可愛い、柄がめちゃくちゃ可愛いよな。季節の変わり目の香り、いつも悩むから良さそう。確かにちょうどいい感じの透け具合と香りでめちゃくちゃ重宝すると思います。日焼け対策に公園コーデとかに良さそう。確かにちょうどいいかもですね。カジュアルっぽくもなりますし、あの UV 加工とかはね入ってないと思うんですけれども、程よく素肌でいるより可愛いと思うので、あ、コーデマミさんありがとうございます。パンツとスニーカーの感じ可愛いで、このパンツスニーカーもあります。みーちゃんそのトップスの下何着てますか。同じもの持ってるのですか。いつもみんなのみーちゃんいます。これです。スクエアタンクですか。は、私スクエアタンクあんまり汗を吸収するというよりかはバレエのトップスなので、あのユニクロの、うん、何やったっけ、インナーシルキーぐらいやったっけ、なんか涼しいやつ着てます。エアリズム、あ、エアリズムか、わからない、いっぱい出てますよね。そう、何かわからへんけど出すぎてわからへんくなって、うん、チェックパンツはトレンドですか。トレンドですよね。トレンドやね、多いね、最近めっちゃ多い気がします。あ、今日は色で悩むのが多いし悩んじゃうってね。めっちゃ可愛いのアイテム、可愛いアイテムばっかり。うん、ギンガムチークにはありがとうございます。ちょっと近づいたら縫いたくなる、チカチカなるかもしれないけど、このギンガムチェックとこのカラーがすごい相性が良いなって思いました。はい、うん、久しぶりにリアルタイムライブにしてるタラさんだからありがとうございます。レタラーさんいっぱいいらっしゃってありがとうございます。嬉しいです。うん。うんうん。あ、ブーちゃんのパンツが毎回気になって気になって。ね、このパンツはですね、品番なんだろう。これめっちゃ可愛いですよね。M の4664です。4664。うん。めっちゃ可愛い。おすすめです。うん。そのトップスかわいい日曜新作ですか。日曜新作です。日曜日10時発売です。うん、うんうん、 ありがとうございます。銀紙にデニム合わせてみてほしいです。あ、では後でお時間があれば、あのおしゃべりコーナーでちょっと銀紙チェックとデニム合わせてみますね。スクショしときました。ありがとうございます。秋服欲しくなるね。秋服全部かわいいですね。秋、私一番買ってしまうんかな。いつも買っている気がします、秋。うん、でも合いますし、秋買うものって年中結構着れたりするんですけど、冬も着れるし、春も夏もたまに着れたりとかあるんで、秋一番買ってしまう。あ、ぐーちゃんのその声でママ真似したら、あー、かわいいですよね。ちょっと下はね、とんがっている靴とか合わせてもらったら大人っぽく着れます。お待たせしました。可愛いで、ブーツ合わせみたいだったので、うんうん、合わせてきまして、オフィスでも着れそうってあったので、うんうん、ちょっとパンプスをあの、うん、ミュールじゃないな、ヒール付けのパンプスとかに変えていただくと、うんうん、このまま OL さんコーデみたいにできると思います。で、あのブーツだけちょっとメッシュブーツに変えてもらったら週末コーデもできる。みーちゃんやっぱメッシュブーツ似合いますね。ほんまメッシュブーツこれ欲しいな。風が通しがいいから、うん、真夏以外やったら綺麗そう。うんうん、あ、大人可愛いね。この子で可愛いですよね。うん、あ、スカートブーツ合わせありがとうございます。とんでもないです。うん、お盆開けたらどこの店舗も秋モードですよね。レタスね、もうレタスも割とすでに割とお盆中ですが、ほぼなんかね。うん。です。あ、そのコーデで会社行けるね。行ける。ね、あのメッシュブーツだけもしかしたらあかんかもしれないけど、うんうんうん、このセットはねめちゃくちゃおすすめです。みんな黒着てますよね。みんな黒着てる。そうそう、さっきのこの真っ黒のねユニクロの着てますって言ってたんですけど、うんうん、それに白着てこの透け感のトップスってなかなかないですよね。ないですね。あの透け感ゼロかって言われるともちろんこのシルエットとかはねあると思うんですけど、うん、黒が透けてる感じは全然やらしくないと思うので、うん、はい、黒でもいけそうです。はい、
では、じゃあ次行きますか。行きますね、はい。ちなみに私のパンツはロングサイズです。はい。はい、です。いつも悩みすぎて欲しい色とかなくなって買い急ぎ出る。そうなんですね。でもレタスは発売直後から一定の時間送料無料と特別価格だったりするので、新作はなので早めに決めていただいた方が色の選択肢も広がりますし、お得にゲットしていただけるので、はい、レタス本当に、ね、人気なのすぐなくなっちゃうので、よかったらあさっての新作を早めにチェックしていただけると嬉しいです。兄ちゃんのそのスカート持ってるからホワイトアウトしたい。かわいい、ありがとうございます。ね、これ持てらっしゃる方多いかなと思って持せてみたんですけど、かわいいですよね。これのブルータオルするの私めちゃくちゃ好き。雨風強いですか？神戸で大丈夫じゃないんですよね。大雨です。真っ暗やし、外めっちゃ暗いですね。ね、お昼だと思われへん暗さですよ。その子で真似させて、ぜひ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 、これとこれは日曜日作るので、はい、ぜひご紹介しましょう。そのブーツ発売してますかといただいてるユーミンさん、日曜日の10時発売です。カラバニはね、これとあとベージュもあるんですけど、透け感近くでブラウンをお見せしますと、結構ガッツリメッシュなので風通しは割といい方なんじゃないかなと思います。